はい、どうも、俺です。今回は、久しぶりにずんどこ商店に行ってきました。で、なんで行ったかというと、ドラゴンボールヒーローズの、9時、オリパ販売っていう、1回500円のオリパ販売で500口あって、で、1人10口までしか買えないんだけど、それを、20口、2人で行ったんでね、20口ずつ買ってきました。あと、まあ、帰りにぐるぐる寄って、この遊戯王の天国と地獄パックを1パックだけ買ってきたんだけど、じゃあまあ、こっち、ずんどこでやってきた。まあ、俺見ちゃったんだけどね。こっちを見ていこう。はい。でね、まあ、当たりの画像出せたらここら辺に多分出ると思うんだけど、未開封のヤムチャ、ベジと大神官が当たる、オーリパー1回500円で1人10口までっていうのを、やってきたんだよね。はい、じゃあどんな感じだったか行ってみましょうか。まあ、俺見ちゃったんだけどね。はい。でね、はい。もう笑うしかない。はい、ベジット。で、スーパーウーブでしょ。はい、もうここで泣きそうだね。はい。で、ブロリーダーク。はい、もう泣きそうです。で、悟空、そのご飯 GT か。でしょ。で、孫悟空ゼノからのまたかぶりの孫悟飯 GT で、魔人トアでしょ。で、ブロリー BR、 はい、で、またスーパーウーブで、今度スーパーベビー、まあ、最初の10口はまあ爆死だね。辛い、これはちょっとなかなかね、あれなんだよね、未開封ヤムチャとかビジットとかのね、クジとかなんてオリッパとかなかなか出会わねえから。ねえ、ツイッター見てたらやってるって出てたから行ったんだけどね。厳しかったね、最初の10口は。はい。まあ他にも当たりはいろいろあったんだけど。はい、で、はい、そんな感じで次の10口ね。最初の10口は握手。はい、じゃあ次の10口、はい、ご飯くずゼロ、微妙。で、次は、はい、孫悟空ゼノ、はい、泣きそう、もう泣きそうだよ。はい、次、3つ目、はい、孫悟空 GT、 やべえ。でね、今日、ずんどこだから、キリクいるかなとかって、思ってたけど、やっぱりいなかったよね。あの人気、YouTuber はいなかったね。クーラ、で、クーラ。で、店長はいたんだよね。で、なんか、最初ね、初めてずんどこ行って店長を見たとき、なんか、ね、すごい若くて、若い店長だなって思って、で、今日行ったらいてね、ああ、なんか若いアルバイトのお兄ちゃんいんなと思ったら、それが店長で、なんかすごいイケメンだったよね。なんかすごい、かっこよかったな、店長。はい。で、セル。すごいよね、あの若さ、店長やっちゃうんだ、あんな。すげえよな。なんかイケメンだし。はい。ゴジタ BR。あ、最初な、初めて見たときは、で、次が17号か。はい。あ、そんなイケメンのイメージなかったんだけど、そう言ったっけ、なんかかっこよくて。もうこれ、ずんどこスリーブ入ってて。はい。神オレン。
微妙。はい、んでね、そうだね、まあ20口か合わせて20口で1万円分、1人10口買って、まあ爆死だよね。未開封も当たんなかったし、まあ紙折れんぐらいかな、当たりっていう当たりは。ちょっと辛いよねこれは。はいはい、あ、なんかセルかっけえな。はい、こんな感じですね。で、ずんどこ行って、ちょっと結果が残念だったから、こっからぐるぐるまで行って、で、最後に遊戯王のこの天国と地獄パックね。で、大当たりはね、今の最近出たゴール、レジェンダリー、だね、ゴールドドータラコータラの、に入ってるレッドアイズのあのやつが大当たりか。一番トップレアの2万ぐらいするやつが大当たりで、で、あんまり全然売れてなかったんだよな、これ。ほとんど残ってた。で、超悩んで、で、これにしますって選んだのが、はい。ザ・トリッキー。バグースカでしょ。ファイアウォールエクシードドラゴンのレリーで、エッシャーからの、はい、ケルポエマー、はい、大爆死。もうダメだと、今日の引きはもう最悪だね。天国と地獄で、なんでこっちを引けねえんだろうな。絶対引いちゃうのこっちね。もうほんと今日はね、気が弱くて泣きそうだったね。3000でこれだもんな。天国と地獄って書いてあるから、まあしょうがねえんだけど。はい、というわけで今回はね、ずんどこ行って500円のリパ買ってきましたっていう動画でしたね。はい、じゃあ、ではどうもありがとうございました。